不足をしてて、連絡したんですけど帰ってこないから多分寝てるんですよね。なんかもし連絡返ってきたら終わります。はい、そこんとこよろしく。じゃあ病院行って整骨院行ってご飯食べてきました。一人でスタバにも行きました。スタバでチーズケーキとココア飲んだ。そう、夕方一回やったんで、一応ね。あれ夕食、いや、あれが夕飯ではないですけど、そう、なんかどうしてもチーズケーキ食べたくなっちゃって。整骨院って体の歪みとか良くないところ、まあそうね、徐々に治していってくれるとこですね。あのね、肩とか肩甲骨周りが今すっごいバキバキで、あと昨日めちゃめちゃ歩いたから足もすごくて、それで今日行ってた。落ち仕事でいろいろあった。落ち仕事でいろいろあったのね。腰痛くて朝5時に目覚める。あ、そう、マジ？なんかよくさ、あれじゃない、お手洗いで目覚めるとか聞くけど、腰痛くて5時に目覚めるは聞いたことないな、なかなか。エイカさん、ハッピーアールウェイ、ありがとうございます。珍しいわね。今日1万8000。1万8000も歩いたりな、多分足取れちゃう。やばすぎ。あ、しろたけさん、ハッピーハロウィン、ありがとうございます。ぶち切れたりとか64チ。まあ仕方ない、そういうこともあるさ。ラムネ服じゃない、だって外にお出かけしてたのにさ、さすがにラムネの服着てお出かけするわけにはいかないですから。てかさ、 AKB の出張公演行こうと思ってたのに行けない説が濃厚になってきた。リハが絶対これ行けないわ、絶対間に合う自信ないもん。 絶対間に合わない、マジ絶対行けないと思う、これは。ああ行けない、私は多分ね、ほぼ間に合わないと思う。絶対じ終わんないもん、その時間じゃリハ。アンコールから、いやだからもう最後の最後、もう最悪ギリ間に合うなら挨拶だけでも行こうかと思って、なるちゃんに。ああ会いたいな。お茶飲むだけでお腹がニャ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 。キャロックニさん、かぼちゃありがとうございます。ね、マジなんとかいけたらいいんだけど、多分いけない気がするな。行きたいんですけどね。勉強のためにみんなで行くって言う、そもそも50人も入んないし、無理やり連れてってもあれだから、勉強したいとか行きたいと思う人は自分から言うでしょ。そんな別に自分から言わないほど別に見たくない人は見なくていいと思う。私は別にシンプルに推しメンがいるからっていうのもあるけど、まあそもそも AKB のそういうの気になるから行きたいっていうのもあるし、あれだけど、自分から言わないぐらいなら行かなくていいんじゃないかなって私は思いますけどね。
あと50何人も一気にいたら超迷惑なので。サブウェイ増えまくるみたい。マジ来た、これは来たな、私の時代だ。なるちゃん見に行くの、行きたいけど行けるか分かんないって感じだね。あー、くしゃみ出そう。やらい出なかった。まあ家の横とかに来てほしいな、サブウェイ。帰り道コンビニの中にサブウェイあって、いいな。3000点目指す。サブウェイ。サブウェイいっぱいできろ、いっぱい、もう超いっぱいできてほしい。豊永さん、ここで覚えられなくて困ってます。頑張ってくださいとしか言えないよね。サブウェイの横に引っ越そう。じゃあクラウドファンディングしてもいい？みなちゃんがサブウェイがある、サブウェイがあるなんか店舗とかの横に住めますよ。住める台、クラファン。細かなオーダーシステムとかなくなったりしないのか心配。確かにね、どうなるんだろう。でもそこなんかさ、変えられるとちょっと困っちゃうね。そしたらサブウェイじゃなくない？あれができてこそのサブウェイじゃん。クラファンは見返りは何でしょうか。毎日サブウェイ食べた日は絶対に写真を送る、クラファンしてくれた人限定で。ワタミって何だったっけ、そもそも。パンは私は絶対ハニーオーツなんで。居酒屋、あ、居酒屋、はいはいはい、聞いたことあるんだよね、私もワタミ。でもワタミよりウオタミの方が聞いたことある。もしかしてウオタミがワタミとか言うあれじゃないよね。逆にさ、みんな印象悪いって言うけどさ、そんな印象悪いとこがよくそんなお金持ってたね、買収できる。一緒、あ、一緒、ワタミの中にウオタミがあるって感じ。だからなんとかタミは全部ワタミってこと。どういうこと？うん。ウオタミ別か、別かーい。ワクラのグループ、あ、ワクラのグループ、なんか聞いたことあるな。まあもう変えられたら仕方ないけど。そしたらまあ誰も店側に来なくなるぐらいじゃない。4日初坂上がり、よろしくね。そうね、私の会話が取り木だもんな基本。
そういえば最近あれだ、ノーパラの歌割りが来たんだ。まだ見てなかった。ちょっと待ってよ、これか、違う、ここじゃなかった、ここだ。ほうほうほう、なんかすごい私がずーっと当たってるとこあるな。あれ？あった。うん、いいねいいね、面白そうだな、これは。ほうほうほう。面白いな、なんか。あ、皆さんお楽しみって感じだな。なんか面白い感じの歌わりですね。 HKT 超越おじさん、ハッピーハロウィンありがとうございます。全体曲でリナちゃんの、本当にな、全体曲でリナのソロなんてマジでないんだから。ノーパラぐらいじゃないですか今回の。私がソロで歌える部分あるの、ソロあるの。いや、みんなソロはね、多分一個ずつぐらいはありますって。人数が少なすぎて、なんかもともといたポジションを主に作ってるから、歌割りとかもダンスはまだなんだけど、そう、歌割りはそうやって作ってるから。なんかみんな多分ちょっとずつあると思う、ソロは。微笑んで、ソロは無理だよ、微笑めないよ。コール頑張りがいが、そうだよ、みんなコール頑張りがいしかないんだから、頑張ってね、当たったら。
つまり単純計算でも倍だね、歌うの。でもなんかさ、あのノーパラやるって決まってからさ、なんか物申し系オタクがさ、なんかなんで今のタイミングなんだとか、卒業生出ないならやる意味ないだろうとかめっちゃ言ってたっぽいけどさ、うるせえよ、どうせ来ないんだから口出しすんなっていう気持ちなんですけど。しかも去年したかったのができなくて、今年そのなんかね、去年できなかったけど今年はその時期があって、あの日程を合わせることができたから去年の分できますって言われたのにさ、どうせ来ないんだからさ、来ないくせに文句ばっかりやめてほしいよね。せめてなんかさ、公園来てお金落とすなどしてから文句言ってほしいよね。大してグッズも買ってなさそうだしさ、公園にも来てなさそうなのに文句ばっかり言わないでほしい。普段からさ、それで支えてくれてるファンの人だったらまださ、言いたいのはわかるけどさ、私ミュートしてるもん。ね、本当になんか何でもあの人言ってるじゃん。文句言うなら来んな。てか見なきゃいいのにね、そんなおもんないじゃん。そんな文句言いながらさ見て、そんな苦もろいんだろうね。てか今と昔は違うんだからさ、できることだってさ、時代も違えばさ、できることも違うし、人だって違うんだからさ、文句ばっか言ってんじゃねえよって、うん。分かったのは面白すぎる。まあでも結構有名人じゃないんですか、多分だけど。そう、なんか流れてきすぎて悲しくなっちゃって、なんか運営さんだって頑張ってくれてるのになと思って、なのになんかいっぱい言うからさ、いやなんか正しい時もあるよ言ってることが。ただ基本的には文句しか言わないから、そう、なんかノーパラのことバンバン言われたのがちょっとムカついちゃった。久しぶりにその人がなんか、名前出さないでください、私のこと個人のことも書かれたことあるし、いやマジで思うんだよね。なんかそのさ、なんか日頃から見に来るわけでもない、グッズも買ってるかわからない、なんか本当に好きなのかもわからない、なんか HKT のために何かしてくれてるわけでもない、人から文句言われてもさ、それはこっちからしたらさ、あなたたちのためにやってないんですけどってなるよな。特にさ劇場公演についていろいろ書いたりするけど、それってさ来てる人がさ言うのは分かるけど、来てもなさそうな人がさ言ってくるのってマジお門違いだよね。いやグッズとか例えば買っててさ、いやなんかさ買ってるけどなんかマンネリしてるからもっと新しいなんかグッズ作ってよとかなら全然いいけどさ、買ってもないくせになんかさ、いやなんか最近のグッズは同じようなものばっかで面白くないなとか言っても、なんかうるせえよってなりますよこっちからしたら好きなのかもしんないけどさ、やめてほしいよね。いやでもそんなこと言ったらどうしよう、個人の名前出されちゃう、ミュートしてるからわかんないけど、自分の推し以外叩いて、え、わかんない、そうなんじゃない、誰が今推しなのかもわかんないけど、ただ少なくとも私は多分個人で書かれたことあるからあんま好きじゃないんだろうなって感じ。黙って博多の代わり食っとけって思いますそれはちょっと面白い、ちょっとそれは面白い。そうかわいそうだよね、うん、
若干貢献してるのか。確かに博多の香り食っときはちゃんと貢献してておもろいな。普通は福袋ピンクのフリーフリー衣装可愛かった。そうでしょ、可愛かったでしょ。あの私が X に載せたあの写真はヘビポーズ、なんかヘビっぽいポーズないかなって言ってこう横向きに寝転んでなんかちょっとポーズして、あ、なんかめっちゃ手あざできてる気づかなかった。ぜひ買ってください皆さん。これこの福袋ね、これね実はねよーく見るとあの生地のあのフリルじゃない部分の生地が実はヘビ柄っぽくなってるんですよ。わざわざこのために衣装を2着に2パターンの形作ってくれたんですよ。何着か、そう、あの生写真の担当の、生写真担当というかその生写真とかの衣装担当の、その生写真の衣装担当の方もまたいるんですよ、の方がわざわざ作ってくれたんですよ。これよく見てください、ヘビ柄なので。そうそう、去年はタツだったじゃないですか。そう、今年はヘビなので実はこれヘビ柄なんですよ。あ、そうだ、あとみんなにごめん、ちょっと申し訳ないけど、謝るというかあれなんだけど、謝んなきゃいけないじゃいけないんだけど、11月3日なんかトリニータの試合さ、ホーム戦行けないの、お仕事があるって言ってたじゃないですか。実際お仕事はあるんですけど、そのお仕事が告知ちょっとしちゃダメっぽくて、何があるかは、そう、何があるかちょっと告知が終わるまで禁止らしくて、なのでごめんなさい、ちょっと告知できない、だからごめん予定開けてって言ったんだけど、ちょっと察した人は来てくれてもいいんだけど、そう、あの告知がちょっとできなかったので、すいません、お仕事はしてます。いや大分とか関係ないので、そう、そこは全然あれなんですけど、ただちょっと申し訳ない、言えないって感じでした。私も言えるもんだと思ってたからあれだったんだけど、急に言えないっていう。11月17日は違う、それは前に訂正したんだけど、それは23日ですのノーパラです。闇バイト、いやバイトじゃない、バイト禁止でしょ。そう、そう、お仕事がポシャったとかじゃないんですけど、ただそれ終わってからの告知の分だったので、ちょっとごめんなさいって感じですね。はい、まあなのでごめんねって感じ。ドンキの衣装、あ、決まった、今日買ってきた、秘密。とりあえずトリニータのお仕事ではないです。トリニータは残念ながら行けなかったので、アビスパ違います。さすがにトリニータ宣伝部じゃない、アビスパの仕事しないでしょ。公園より帰宅しました。あれ、あ、そうか、びっくりした、家があれだからか、今終わったかと思ったけど、そんなわけないか、焦った。明後日僕らは普通の格好でいいの、なんかしてきてもいいよ別に全然。やっぱりいっぱいの人が申し込んでくれるといいな、こう規制すごいって思わせたいから。11月17日の仮予定は11月23日のオパラ。そう、前にでも私一回それ言ったよね、一応訂正はしたよね、確認だけど、いやなんかしてなかったらめっちゃ悪いやつだけど、一応やったよね、17じゃなくて23だったみたいなよね。あ、よかったよかった、どんだけアキちゃんのスピーチ長いと思う、いや絶対長いだろうなと思うねあ、そうだけど佐賀だからね、焦ったのびっくりした、本当に秋さんのスピーチめちゃめちゃ長いやんって思ったら、キバくらいつけていこうかそうね、キバくらいならね、あれんじゃない、耳がでっかくなっちゃったのでか耳買ってさ、それつけてきたらいいんじゃない、耳とかつけてくるにしてもね、あれだね、あのなんでウサギとかだと後ろの人が見えないから、まあ、見える程度の人気せめて。
9時前にはあった。あ、そうなんだ。そんな、まあでもそうか、それぐらいか普通は。ちょっと9時の、あ、取れた。地味ハロウィン、地味ハロウィン私したいんだよね。なんかないかな。23当たってくれないと。いいじゃん、推しドリンク飲みに来ればいいじゃん一旦。地味ハロウィン何しようかな。そっちもしたいんだよな。可愛いのも買ったけどさ、タモちゃん頑張れ、ありがとうございます。それ頑張れってさ、ハロウィンギフトじゃないよね多分。違うよね。スポーツの方か。23日のパ、そう、みんな23日のパ当たるようにちゃんとあれだよ、日頃の行いを良くしときなさい今のうちから。トミさん、かぼちゃありがとうございます。私はトリニータのね応援するときにね、心の中でめっちゃ、いや今日私いいことしたから、今日丸々したから、今日めっちゃ丸々していいことしたから、お願い点入りますようにとか、そうコーナーで時間ギリギリの時相手が入れられそうな時はもう今日いいことしたから絶対やめて、本当に入らないでってめっちゃ願う。めっちゃ絶対自分の頑張り関係ないけどめっちゃ願う。自分の頑張りにかけてみる。それパチンコするときと同じ。そうなの。マジ？やだ。ずっとギャンブルしてたわけ私。仕事頑張ってるはずなのに、そのせいでオタ活がだいぶ制限されて。そうね、そこって難しいよね。お金がないとオタ活はできないけど、そので、できないことはないけど制限されちゃうけど、ただでも逆に仕事を入れすぎるとお金は手に入ってもオタ活が制限されるっていう難しいとこだよね。だからもうあれなんじゃない、もうあのホストとか頑張るしかないんじゃない。そうなってくるともう、ノーパラハしたら年内在宅。あ、そうなの、コンサートは来れないの。在宅したいから転職したいと思うようになってきた。あら、でもリナもねオタクしたいんだよね。20兆円欲しいな。いやいやいや、おもろい。突然の20兆円、20兆円ででかくね。なんか1億とかにしとき一旦。あんま大きいのねだりすぎてもダメよ。
誰のオタクしたい、誰だろう。でも私ハマるととことんハマっちゃうタイプだからあんま良くないんだよね。休めるか分からんけど名古屋と横浜に2日と、おーありがとう、頑張って休もう。でもオタ活するにはもっとお金が欲しい。ビビーさん骸骨ありがとうございます。ナルタの TikTok はフォローしました。なるちゃん、なるちゃんもちろんなるちゃんなんだけど今は。たださやっぱこうオタ活ってなるともっとなんか他にも推しができるのかなとか思って。ナルタン太郎さんかぼちゃありがとうございます。シーズンと木の意味調べ、あなんかあれメールのあれに書いてたやつ返信に。東京くん骸骨ありがとうございます。グループをって見せどういうこと？あ、推し活の？でもどうなんだろう、推し活ってむずいよな。エチケット取りに来た先輩。でもなんか取りに来た今応援してるからさ、箱推しみたいな感じだけどさ。でもそっちに全振りしそう。全振りっていうかまあその。今はアイドルやってるからめっちゃお腹鳴る、すごい。そうでもなんかアイドルじゃなくなったら、アイドルもちろんなるさんは好きだけど、そっから好きになれるアイドルがいなかったらもう取りに行っただけになりそう。1本福袋1万と2万の申し込みしてきた、ありがとう。広報さんになりたい。全通する人、いやいるんじゃない。ただ大分に引っ越したらホームは全通したいなっていう気持ち。私がそもそもあれだからね、スポーツ観戦に多分向いてるんだと思う。そういう野球はねめちゃめちゃ多いもんね、試合数イメージある。なんかそういうイメージある、いつもやってる。わなんか変なとこ向けてる足の皮。1434試合ある。えマジ3日に1回じゃん。じゃ超絶単純計算で超絶単純計算、そんなことはないか、 2.5 に1ぐらいかな、 2.3 に1ぐらいか。半年ぐらいやばいよな。そう考えると野球行ったことない、球飛んでくるの怖くて。東京に住もうと思う、え全然思わない、怖い、人が多すぎて無理。もう大分帰りたい、超大分に帰りたい。
分に帰りたいよ、一人で大分で暮らしたいよ。体も2回してお腹がしんどい。何やってんの、痛い方が。私東京行く気は全くないね、正直怖い。タカさんお化けありがとうございます。普通に東京人多すぎて怖い、無理。なんか遊びに行くぐらいがちょうどいい。そう、東京遊びに行くところです。東京と大分と広島に住んだけど、一番暮らしやすいのは広島みたいな地方都市だと思う。ああ、そうなんだ。福岡と仙台が全体的には住みやすい、あ、全国的には住みやすさ、最強トップ。そうなの、仙台もなんだ。まあ、確かに牛タン美味しいもんね。関係ないか。まあでも空港近いから福岡はそこがマジで便利だろうなって思う。やっぱみんなのコメントとか見てると空港問題は絶対コメントに出てくるから。でも仙台住みやすいのか、毎日牛タン食べれるのは強いよな。ギョロッケうまいし、ギョロッケこの前食べたかったのに食べられなかったんだよね。トリニタのとこに、キッチンカー出てた気がするけど。ペンデコちゃん、かぼちゃありがとうございます。宮崎も空港近い。あ、そうなの。そうだっけ、あんま覚えてないんだよな。もうなんかバタバタすぎて宮崎行ったのに。でも福岡ご飯美味しいんだよね。もつ鍋美味しいし、もつ鍋大好きな私にとっては結構大きいですね。シューミーさん、かぼちゃありがとうございます。ニキュの牛タンならね、博多駅にもある確か。熊本は空港、おい、そんなとこにあるんかってとこにある。大丈夫、大分も、おい、そんなとこにあるんかってとこにあるかな。北海道行きも、北海道だからね、旅行で行きたい。家賃も程よい。そうなんだ。サラリーマンが転勤で帰りたくない年ナンバーワン福岡。いや、福岡らしいよね。それ夜更かしでやってた気がする。東京とか神奈川などこの地域の有名店も大体食べる。あー、まあ確かにな。福岡空港、来年の春滑走路が2本になった、もっと便利な。確かにめっちゃ便利になるくない？超いいじゃん、早く2本にしようぜ。頑張れ頑張れ。まさかと思って福岡に転勤した。本当になった。いや、そうなるよ。大分の二度泣きなんだってでも私は大分大好きだから大分に帰りたいよ。帰りたいってか大分に住みたいよ。日本では国際線専用。
でも十分じゃない、だって一本で今までさ国際線も国内線もやってたって考えるとさ全然あれじゃない、国際線専用とさ国内線になるならさ、まあまあ別にあれじゃない。あでも変わんないんだ、もう国際線は国際線の方だけに行ってほしいよね。まあでも別に便の数増えるのは逆にいいんじゃない、そこはいいことなんじゃない、その早くなるっていうよりは便の数が増えるのがいいなって私は思うかも。門限、まあ門限あるとはいえでもさあれじゃない、別にちゃんとその門限さえさ守って帰ってくればさ、逆に門限ない分さ早くちゃんと着くってことだしさ、早めに帰れるっていうのが保証されてるわけだしさ、だし近いし、って感じ個人的には。あ大分も、大分ね、そういうことね、大分に転勤であんな田舎にいてないって2度目の転勤の時に、そうだよね、でもいいとこだよ大分も。いやねでもね最近思う、あのさ昔はなんか空気が綺麗ってさ、こうちょっとさあの人口が少なめのとこの県とかのさいいとこを言う時にさ空気が綺麗とか言いがちじゃないですか。空気が綺麗ってでもめっちゃ大事だなって最近超思う。なんか別に福岡は汚いとは思わないんですよ、別に普通だろうなって感じ、ただやっぱ大分ってそう考えると空気めっちゃ綺麗なんだなって思う、その大事さに気づいた、マジで結構大事じゃない、なんかさ気づくよね、そこにいた時はさ空気が綺麗なんてさ正直なんか自虐みたいな感じだったけど、意外となんか空気が綺麗って大事なんだなって思う今考えると。うん、なんか大人になった感あるよねそれに気づくって、でもマジでそう思う、なんかうんマジでなんか気づいた、水が欲しい、いやマジでそれはある、黄砂とかがかなりきつい、やっぱそういうのも関係してるんだろうな、その空気がきれいで大事って、朝の目覚めの心地よさなんか違うよね。あとなんか窓開けてる時のさ、窓開けて網戸にしてさ過ごす時のさ、なんかすがすがしさっていうか、なんかそのなんか部屋の中のさっぱりの仕方がなんか違う気がする。なんかちょうどいい時期ってさ、春から夏にかけてのちょうど間とかさ、逆に夏から秋にかけてのちょうどいい時ってさ、なんか別にさクーラーとか暖房とかつけなくてさ、ちょうどこう 窓開けて網戸にしてる時のこの空気がなんか心地よいみたいな時って開けてるじゃん、マジでそこのその時の部屋の綺麗になり方感がなんか違うなって感じがしてる最近。うん、でもだからって別に汚いとは全く思わないし、これが多分普通なんだろうなって思う。そうでもなんかそのまあ私がね生まれたとこは結構田舎っちゃ田舎だったので、多分普通の人とか都会で生まれた人かとかめちゃめちゃ田舎だと思うので、そうあえて田舎と言わせていただきますけど、でもやっぱそういうとこでこう窓とか、そうあとお風呂上がりもそうだし、こう開けてる時の匂いとなんかこう澄んでる感が違うなっていう感じを勝手に最近すごい感じてる。まあだから夜はあんま開けられないけど、昼とかだよね、空気清浄機、いや空気清浄機は欲しいねシンプルに。それはシンプルに欲しい。大分以外で住むのはどこ、福岡寄りの佐賀か熊本かな。なんか夏のさお昼にさシャワーちょっと冷ためのシャワー浴びた後の窓の開けてる時の空気の感じ、てか田舎に住んでる時ほど畳が好き、田舎の畳ほどめっちゃいいものはない。福岡入りの坂積み、あ本当？いやシンプルに福岡近いから来やすそうっていうのがあるのと、あとまあ熊本はその九州の第二都市みたいな感じだから、そのアクセスしやすい、だからそのだからなんていうの、
福岡やっぱそのさお出かけとかさお買い物する時ってなるとさやっぱ福岡じゃないですか、九州ってなったらさ一番栄えてるのどこですかって、まあ、だから別にその福岡じゃないとこに住むならまあそういうのを考えてみたいな感じ。ぐにゃっと曲がったら AV のせいか。いやそうそんな感じだって、うちの実家も畳縁側とかあるから。熊本は暑い、大分も大丈夫、10万暑いとこあるから、ばあちゃん家出てくる。そうなんだよ、だから田舎の空気が澄んだとこほど畳が気持ちがいいんだよね。でも別に都会にいる時に畳の部屋に住みたいとは全然思わない。田舎の畳が好き。13位タモちゃんありがとうございます。12位ケロックニさんありがとうございます。11位エカさんありがとうございます。10位シューミーさんありがとうございます。9位テンテコちゃんありがとうございます。8位ビービーさんありがとうございます。7位青白竹さんありがとうございます。6位トミさんありがとうございます。5位シュンくんありがとうございます。4位 HKT チュエトウジさんありがとうございます。3位東京くんありがとうございます。2位スプッチンさんありがとうございます。1位タカさんありがとうございます。中谷さん、都会の畳は私あんま見たことないんだよね、そもそもが。だから都会の畳がどんな畳なの、まあ、同じ畳ではあるけどね。そうだからそれがちょっと分かんないんだよね。はい、ということで2回目ありがとうございました。連絡さっき来たんだけど、あの眠いから明日にしようってなったんで明日します。第五人格は。じゃあ皆さんおやすみなさーい。バイバーイ。